オムニバスタウン、オムニバスタウン、和製英語、オムニバスタウンとは、1997年、平成9年5月に、運輸省、建設省、以上の2社は、現在国土交通省、警察庁によって開始された、補助制度で、指定された市では、バスの利用促進のための総合対策事業が、行われる。オムニバス、ラテン語のオムニバスのイギリス英語読みは、バス。 バスの高原である。地方都市の路線バスは、モータリゼーションの進展や少子化による定期券利用者の減少などで、補助金なしに路線維持が困難になるほど経営が悪化している。また、ロードサイド店舗の増加や病院、公共機関の公害移転で職場と、物販、サービスが公害化し、単純に従来の中心部と、公害住宅地と放射場につなぐ路線では需要を、 拾いきれない状態に陥っている。このような中、バス利用促進総合対策事業として、同制度は導入され、指定された都市では、バスの弱点である、標定速度の遅さの改善や利用者の利便性、快適性向上を、国や県の支援のもと、市と事業者で一緒に話し合って、解決を試みている。また、バス利用促進により、交通渋滞、交通事故、 大気汚染、地球温暖化などの都市問題を緩和し、高齢者などの交通弱者に優しい街づくりを目指している。オムニバスタウンに指定された都市は、当初は金沢市、松江市、鎌倉市、奈良市などの観光都市が多かったが、その後は市町村合併や大都市制度導入、政令指定都市、中核市、特例市を見越して、あるいは、 それらを気にしてを受ける例が見られるようになった。これは、合併による市域の拡大や、大都市制度導入によって、自前の予算が増大したことが、都市経営を改めて見直す契機になったためと見られる。また、百万都市の仙台市を除き、都市交通問題の解決に、地下鉄などを新設できるほどの需要、財源がないためバスに頼らざるを得ない、中規模都市、すなわち、中核市から、 人口要件の緩和で、政令指定都市になった市に、同制度指定が多くなった。オムニバスタウンに指定されると、国からの補助金が5年間支給されるため、計画も5年間が基本である。事業開始年度は、指定日が含まれる年度から始まる場合と、指定の翌年度から始まるレートがある。都市によって、延長計画の有無にもばらつきがあるが、延長計画に、 国から補助金が支給されるのかは不明。補助金の割合は、個々の事業内容によって1、5から1にまで幅がある。都市によって、事業内容も総事業費の大きさも異なっているが、松山市の例では、5年計画の総事業費が21億8千万円。負担割合が国26.5%、県0.7%、市24.5%、 事業者48.3%である。金沢市の例では、総事業費約31億円、負担割合はー28.4%、事業者20.4%。岐阜市の例では、総事業費約16億円、負担割合はセ28%。松江市の例では総事業費約7億円で、負担割合は市46.5%、 事業者8.9%。事業内容が異なるものの、事業者は設備投資の相当な割合を補助してもらって、リニューアルが可能な施策となっている。国の予算額は、指定当初5年間の事業期間中にある都市が9市で、最も多かった2001年度と2002年度は、不明だが、4市が指定当初5年間の事業期間中にあった2005年度の場合は16.9億円だった。 オムニバスタウンに指定されると市町村が主体となりオムニバスタウン計画を策定する。これらを実行する際に国土交通省及び警察庁から支援や整備が受けられる。具体的にオムニバスタウンに指定された都市で行われた施策としては以下のものが挙げられる。なお、必ずしも全都市でこれらが導入されているわけではない。などである。なお、 ハイグレードなバス停が設置される一方で、MC 図工、三菱商事と JC 図工の合弁会社が、2003年、平成15年から日本で広告パネル付け、バスシェルターを官民協調で、自治体側やバス事業者の負担なしに設置するようになった。森岡市の行にもある通り、潜在を受けなかったため、森岡市は、森岡城、内丸は都付近に館長をはじめ、企業や、 金融機関などが集中した都市構造となっていた。また、北上川、中津川、雫石川が森岡市内を流れており、森岡市内中心部に入るためには橋を必ず渡る必要性があり、車線数が少ない放射道路においては、通勤時間帯をはじめとして大きな渋滞が生じていた。この結果、路線バスは慢性的な遅れを抱えることとなり、 路線バス利用者が自動車へと乗り換えることとなったため、さらなる渋滞の悪化を招くこととなった。これらを改善するために、森岡市をはじめとした関係者が中心となり、策定したのが、森岡市におけるオムニバスタウン計画である。森岡市におけるオムニバスタウン計画の特徴は、ゾーンバスシステムの採用である。また、森岡都心循環バス、電電虫も、 森岡市、オムニバスタウンの主要な事業の一つで、平成12年4月より、本格運行を開始した。運行ルートは、森岡駅を奇襲点とする循環式、一周 5.7km、所要時間35分のため、地理に不安ないな人も安心して利用できる。また、運賃は、どこから乗って、どこで降りても一乗車100円、子供50円と割安で、 1999年、平成11年7月に、市は、アクセス30分構想を策定した。アクセス30分構想は、市街各域内から、仙台市都心部へ30分以内で到達できるように、交通体系を整備する構想であり、時間軸でのコンパクトシティを目指したものである。この構想のうち、バス交通に関わる施策を実現するために、オムニバスタウンの指定を受けた。 同事業では市民向けの施策とともに観光客向けの施策も行われた。仙台都市圏ではこの時期1998年平成10年8月に仙台市が地下鉄東西線計画の具体的なルート案を公表し2000年平成12年3月に JR 仙石線の地下化開業及び東西線のルート正式決定2003年 平成15年9月に、東西線事業認可、同年10月に、スイカの導入、2004年、平成16年3月に JR 仙石線、小鶴新電駅開業など、鉄道の整備も進んだ。また、オムニバスタウン事業期間中に建設されたり議論、されていた仙台空港鉄道仙台空港線、JR 東北本線、大衆道駅、JR 仙山線東北福市、 大前駅が2007年平成19年3月18日に開業に至っている。鎌倉市は歴史的な都市であるが、その分道路拡張整備が難しい面があり、特に自家用車を使った観光客の増加による交通渋滞に悩まされてきた。またこれらの政策とともに住民の足としてバスが馴染むべくの施策が行われている。このうち、 観光客向けとしては、パークライドを普及を推し進め、国道134号、滑川交差点付近に数年がかりの工事で、由比浜地下駐車場を建設、ここを起点として、中型短尺バス福ちゃん号が、鎌倉駅や鶴岡八幡宮へ運行されている。また、七里ヶ浜や、江ノ島入口、藤沢市の協力による付近の駐車場を活用し、 江ノ島電鉄を活用した施策も行われた。しかしながら、知名度不足等の影響により、これらの施策は成功したとは言えず、利用客が非常に少ないのが現状である。一方の住民の足として馴染むべく、施策については、比較的普及していると言える。その中で、特に目立っているのが、交通不便地域の解消である。鎌倉市では、横須賀線、江ノ島電鉄、 湘南モノレールにより、軌道系交通機関が比較的発達しているが、これらを基本とし、既存のバス路線でもカバーできない地区に関して、コミュニティバスの導入を積極的に行った。具体的には、横須賀線各駅から七百五十メートル以上、および江ノ島電鉄、湘南モノレールの駅や路線バスの停留所から三百メートル以上、離れた地域を交通不便地域とし、 これらの地域には、コミュニティバスの導入が一部でなされたほか、地形的制約から、バスの運行ができないところでは、乗り合いタクシーの試験導入が行われている。また本数についても、毎時2本の確保を目標にするなどの施策が行われている。この他に、渋滞抑制などに伴うバスの運行速度の向上、鎌倉駅や大船駅のバスターミナルの整理やバス優先レーンの、 新設、バス接近システムの一部導入、ノンステップバス購入の補助金制度などの施策を実施している。新潟市の交通の概要の項にも示しているが、同市には JR 線以外の陸上公共交通はバスタクシーしかない。新潟交通グループは、新潟駅やモーズ指定バスセンター、小町、新潟市役所など市内中心部から郊外へ放射状に伸びる、 路線網を構築しているが、これら中心部のバス発着点は、路線や便によって大きく異なっており、統一性がないなど、路線構成が、他都市に比べて、非常に煩雑となっている、新潟交通のバス路線一覧特色、問題点を参照。また、不採算路線の削減、廃止などにより公共交通の空白域が生じるなど、したこともあって、日常の交通手段を、 自家用車に依存する比率は年々増加し、市内各所の幹線道路では、渋滞、速度低下が慢性化しつつある。新潟市は2005年、平成17年に13市町村を編入する、広域合併を行い、さらに2007年、平成19年に、政令指定都市へ移行するにあたり、公共交通の振興や、道路交通の円滑化など市内全域の、 交通施策を体系的に進めるための短中期、計画、新潟交通戦略プランの策定作業を2006年、平成18年から進め、その一環として、路線バスの進行を目指す、新潟市、オムニバスタウン計画を策定し、2007年、平成19年に指定を受けた。オムニバスタウン計画では、バス停上屋の整備、期間バス路線の開設、IC カードの導入など、 主に市内中心部のバス振興策が計画されており、今後2012年春までの5カ年計画で段階的に施策を実施する予定である。また、交通戦略プランには、南区方面のバス利便性向上など、市内全域の公共交通振興策が盛り込まれており、さらに市が県と共同で行っている、新潟空港アクセス改善事業でも、当面の策として、 路線バスの運行体制改善が図られるることになっている新潟市都市政策部、新潟県、公安振興課、新潟県警察本部ほか、国土交通省など、関係官庁と新潟交通グループ、JR 東日本新潟支社など、関連事業者はこれらの策を共同で、段階的に実施しながら、公共交通の利便性向上を目指している。新潟駅は、 現在、南北の駅前にそれぞれバスターミナルが設けられているが、2015年度中の観光を目標に進められている在来線連続立体交差化事業とそれに伴う駅周辺整備事業において、高架下の駅舎東側に交通広場が設けられ、バスターミナルが一箇所に統合される予定である。コミュニティバスの導入やパークライドバス停の整備。 ノンステップバスの導入、IC カード乗車券、E カの導入が行われた。サイクルライドバス停の整備、ハイグレードバス停の整備、ノンステップバスの導入が行われた。全国初の指定である。浜松市では、浜松市交通部の遺憾を機に、事業者である、遠州鉄道と共に、官民一体の協調政策を進めてきており、その点が評価されて、 オムニバスタウン構想の策定、そして、全国初のオムニバスタウン指定に至った。そのため、オムニバスタウン指定と前後して、以前より高規格の自動アイドリングストップ付け、超低小ノンステップバス、オムニバスの導入、ハイグレードバス停の整備、バス専用レーンの延伸、コミュニティバスク、ル、ルの運行開始、IC カード乗車券、ナイスパスの導入、 社会実験としてのトランジットモールの実施、運賃値下げなどが行われた。炎鉄バスの特徴的な施策の項も参照。なお、この事業で導入された IC カード乗車券、ナイスパスは、全国初のバス、電車共通 IC カード乗車券である。岐阜市は、過去、三社、岐阜バス、岐阜市 a a バス、名鉄バスによる、バス運行と一社、名古屋鉄道による、 鉄気道線の運行が行われてきたが、市営バス、名鉄岐阜市内線は、再三悪化から順次廃止された。そして、2005年からは、すべての公共交通を、岐阜バスグループが担うこととなったが、系統番号の付き方に統一性がない、従来からの岐阜バス路線、ひらがな、系統なし、旧市営バス路線、数字、旧名鉄バス路線、系統なしなど、利用者には、 大変わかりづらい状況が続いていた。また、路線網は、JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅を中心としているが、JR と名鉄のどちらかにしか停車しない路線が多かったり、岐阜市を流れる長良川が、ラッシュ時のボトルネック、イコール交通渋滞による渋滞を引き起こすとなり、定時運行が行いづらい状況も続いていた。バスロケーションシステムの導入や、 公共車両優先システムの導入、ノンステップバスの導入が行われた。バスロケーションシステムの導入や、ノンステップバスの導入が行われた。岡山市では、オムニバスタウン指定前から、パークライドが施行されていたため、指定後は、隣の赤岩市をも巻き込んでの展開になっている。赤岩市の場合は、岡山ネオポリス内のスーパーマーケット駐車場に加え、 山陽自動車道高架下に、市営無料駐車場が整備されたため、利用は好調である。岡山市内では、最大手の両備えバスが、ストア部門を持っているため、ストア部門の駐車場を、大いに活用している。西大寺では、P&R 専用の、西大寺シビルライナーを運行している。バス停も、元来宇野バスが、ハイグレードなバス停を整備してきたのに加え、指定後は、 フランスの会社の協力により、バスシェルターが市内各所にお目見えした。また、宇のバスは岡山駅前、ドレミの町に、冷暖房完備のバス停を整備した。2015年現在最後に指定された福山市である、ゾーンバスシステムの導入、IC カード乗車券、パス P の導入、ノンステップバスの導入が行われた。なお、伊予鉄バスのに、松山市内で、 バス事業を行う、瀬戸内海湯、宇和島自動車、肘南観光バス、中島汽船、伊予鉄南伊予バス及び JR 四国バスはこの施策に関わってはいない。ハイグレードバス停の整備、バスロケーションシステムの導入、ノンステップバスの導入が行われた。オムニバスタウンに最初に指定された浜松市が、指定当初5年間の事業期間が終わった、次年度の2002年度、 平成14年度に初開催し、それから毎年オムニバスタウンに指定された都市が持ち回りで開催しているイベント。イベントの名称は全国オムニバスサミットインでありに開催都市名が入る。当初は浜松市の例に倣ってオムニバスタウン指定当初5年間の事業期間が終わった都市がその次年度に開催していたが第5回の岡山市からは 事業期間中の都市が開催地となっている。オムニバスタウンと直接的な関係はないが、民間の全国バスマップサミット実行委員会が全国バスマップサミットをオムニバスタウンに指定されるような中規模都市を中心に開催している。イベントの名称は全国バスマップサミット委員でありに開催される都市名または都道府県名が入る。 環境省のエストモデル事業の一環の公共交通利用促進フォーラムというイベントも同時開催している。2008年には全国オムニバスサミットの次の日から全国バスマップサミットが共に新潟市で開催され、両者が関連イベントである年は PR していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。